はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠沢良治でございます。ようこさま、お手紙いただきました。ありがとうございます。たけし様、夏彦様、正幸様、高子様、田中様、鶴の一声様、小杖様、ご支援ありがとうございました。何度もご寄付いただいちゃって誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。そういえば党のホームページ作るんでしたな、四苦八苦してるんですけれども、なんとですね、ローマ字で日本改革っていうドメイン取れちゃいました。うっそ、こんなのあるわけねえよなって驚きました。日本改革で、まあ普通ね、それはもう存在しますとか、出ちゃってて、10123455なんて数字仕方なく足したりもしますけれども、そのまま日本改革っていうドメイン取れちゃって、誰も日本を改革しなきゃいけねえなって思ってたやつ誰もいねえのかやんってちょっと思いましたけれども、まあまあラッキーであります。今日抗がん剤治療をしてまいりました。そのせいでですね、声が高いかもしれません。ちょっと細胞分裂が阻害されますんで、女性化すると思われるんでね、血管の再生がですね抑制されてですね、もう3ヶ月になりますんで、抗がん剤治療始まってね、もう採血したりですね、抗がん剤を点滴したりの血管がないんです。採血やる前に採血するんですけど、3回連続 この手の甲から取られてしまいました。あとですね、残ってる腕の血管細くてですね、太い血管が潰れちゃって新しくもできてない。抗がん剤効いてるじゃまあしょうがないんですけどね。それでまあ最初左腕やって抗がん剤失敗されて差し直し右腕、やってですね、しばらくは抗がん剤ないんで、やっと3ヶ月にわたる抗がん剤の投与が終わったんで、まあ影響なくしたら血管生えてくかななんて期待しておりましたけど、今月はあと外科診療、全身麻酔で親知らず抜き、これはがんの治療に歯治療してもらわないとまずいらしいんです。で全身麻酔で抜くっていうことになりました。あとは全身 CT 検査なんか入院になりそうだって話で、結構忙しいなーって思っております。昨日ちょっと話題にした都が保管する尖閣基金の問題点なんですけれども、尖閣島こうしてみると結構でっかいですね。まあまあちょっと海岸部分以外は山で、なんか人が住むのはちょっと難しそうですけれども、石原慎太郎知事が呼びかけて、都が尖閣買っちゃおう、都の持ち物にして手出しできねえにしよう、中国共産党が、いうことで14億円以上集まったわけなんですけど、野田政権、中国共産党のスパイ、野田佳彦の政権が、そうはさせんつって、土地を国が買い取って国有化しちゃったんですね。で、都が国の土地だから手出しできねえって言って、変な用途に使えねえし、つって、基金化したものですね。で、基金化したものの、国有化されちゃったんで、国の許可が必要で、上陸とか、独自の調査であるとか、啓蒙宣伝活動ができなくなった。つまり、基金の使い道が封じられてしまった。都の土地だったら、好きにやれんでしょうけど、まあ死に金と化してしまったんですね。14億円余りがね。で、都はですね、国有地になったなら基金も国が引き受けろよって毎年毎年提案要望しているそうであります。で、毎回毎回国が拒否していると。ホームページ見てもですね、毎回毎年毎年提案要望してますが、ちょっとブチ切れてますね。都のホームページ見るとね、これにより現在まで死に金状態が継続しちゃっていると。所管は多分国土のことなんで国交省なんだよな。国交省といえば公明党、公明党といえば中国共産党ということで、尖閣諸島のための基金を有効活用
したくないから拒否してんでしょうね、アズガンのね。寄付されたから、こんなことしたら激怒ですよね。もう何年も何年も、10年もさ。ここまで考えて野田政権が国有化したのだとしたら、とんだ切れ者がいると思われんですけど、まあ、最初からここまで想定して、国有化したじゃないんじゃないかなっては思いますけれどもね。ここまで推測で証拠ないんで、議員調査権がある自民党右派議員の皆様、調べてみてください。つが、調べてくださいよ。お願いしますよ。国会議員は、国の行政に関することは、調査権ありますんで、まあ、議員に聞かれたことは答えなくちゃいけないっていう、行政はね。私は豊島区議会議員なんで、豊島区の行政については調査権持っております。なので、国会議員が活躍しないといけないな。自民党右派議員の皆さんね、こういうので活躍して、名を上げてはいかがでしょうか。つか調べるって感じね。イラクと同じ埋蔵量あるって言われてる、海底の白樺油田、尖閣諸島、とこにあるみたいなんですよ。中央共産党が、あそこ俺んとこ、俺の領土だって激しく言い出したのは、この油田が発見されたからであります。これの油田の調査、左岸に やるのに、基金使ってもええで。なんて私が勝手に決めるわけにいかないですけどね。NHK 受信料規約変更を総務省が昨日認可したそうであります。で、2ちゃんなんかにもトップに上がってましたけれども、4月からの変更は大きく2点。契約時に電話番号とメアドの提出が必要。世帯のテレビ保有台数は記載不要にします。まあ今ね、テレビなんか安いので1万円で買えますから、昔みたいにお宅にテレビ何台ありますか？3台です。で、書かせて提出しても、あまり意味をなさなくなったんでしょうね。ネットではですね、個人情報をいいように使われるんじゃないか。しつこく契約しろメールとか、番宣メールとか、キャンペーンメールとか、あとは子会社にですね、そのメアドが渡って、DVD 売りつけられるんじゃないか。などと、心配する声多数です。メアドが使用を禁じている会社などのものの場合は、届け出ないように留意してくださいが、受信規約に追加されます。つまりですね、会社から当てがってもらったメール使ってて、で、会社がですね、使用には使わないって言ってる場合はですね、届けないでください。NHK の方でも言ってますんで、まあ、会社のしか持ってねえわ。使用メール、俺、持ってねえわって言ってしまえばそれまでなんですけどね。昨年12月21日の NHK 経営委員会で、委員に対して執行部がですね、メアドは使ってない方もいらっしゃいますんで、って説明してんで、まあ NHK 自身もね、そんなに完全完璧にメアド全部集めてるって期待していないはずなんですね。まあ徴収経費のいくらかでも削減できたらなーぐらい思ってるんだと思います。先月のデータで、滞納は122万世帯ですが、NHK がですね、今年予定している電話催促の件数は11万件だそうであります。1割にも満たないですね。残りは督促状と訴訟で対応するつもりらしいっていうか、それしかないですけれども、まあまあ、いかに NHK といえども、NHK 帝国と言ってもいいな。兄弟だから。いかに NHK 帝国と言っても、122万件電話かけて、払ってくださいよ。ってやるのは、まあ、労力が多大すぎるということなのかな、思いました。中の人、総務省と NHK の力関係は、総務省より NHK の方が上へ、何でも NHK の願った通りになる。内部通達で半年ぐらい前から、これがこうなりますんで用意してください。回るとですね、その通り、総務省が許可でも認可でも何でも出すって言うんですよ。
だからあの総務省より NHK の方が強いってことだな。中の人、帝国の中に NHK 帝国などいりません。必ず滅ぼします。腹話術人形こと泉健太立憲代表がですね、野党共闘白紙と宣言したことについて、共産党が物言い、代表の志位和夫自らがですね、高等官の正式な合意を協議なしに一方的に白紙にするという議論は成り立ちません。なんか日本語おかしいな。まああのふざけんなって言ってることはまあわかりますよね。合意を一方的に白紙化するという議論は成り立ちません。なんか日本語おかしいな。一言ふざけんなって言えばいいのに、なんかあのカッコつけちゃって変になってます。ネットの反応です。逃がさ変で、この件に関しては共産頑張れ立憲なんか信用するから、代替わりで全部保護、韓国政府そっくりやな。これ立憲のことですね。共産党は連合に勝ち込めばいいのでは。全労連が連合に勝ち込み、お茶の水に本部ありますんで、行ってみてください。どこに行こうというのかね、知らなかったのか。魔王からは逃げられないっていうのはあのゲームの有名なセリフですけど、まあ、泉ね、あの泉としては腹話術の人形らしく空っぽの脳みそで考えるところによると、枝野がやったことなど知らんって言ってですね、合意や約束を全部なかったことに考えてんの。俺約束したわけじゃねえしね。これ国家でやってる国が、まあ、横にもありますけど、まあまあこういうとこは何万年経ってもですね、進化なし進歩なし改善なしと、永久にですねバカにされる存在で、いることでしょう。立憲の場合はですね、まあ進化の前に分裂して消滅しそうですけどね。共産党に取り憑かれ、いることはですね、金の切れ目が縁の切れ目のヤクザの方がマシでは。ヤクザは金がなくなったら取り憑いてる意味もないんで離れていきますけどね。まああの契約解除に相手との合意は本来必要ないんですけど、期間の指定がある場合は別であります。いつからいついつまではこの契約で合意しましたみたいな、そういう場合は別ですけどね。まあ相手が相手ですからね、共産党ってね。損得抜きで縁の切れ目が命の切れ目って場合もありますよね、共産党相手だとね。まあこういうあの重大事項を考えるのは未だに不破哲三92歳らしいんで、志位和夫は言わされてるだけなんで、考えた結果がですね、許すなからの志位和夫の発言かな。そういえばですね、立憲と共産はどうすべきかっていうことなんですけど、まああの1999年ですね、小渕恵三内閣で国家国旗法、逆か、国旗国家法っていうのがまあ賛成多数で可決成立したんですけど、まあ内容は簡単ですよ。国旗は日の丸、国家は君が代とする。簡単。こんな簡単な法案に反対した連中が当時おりました。共産党全員社民党市民連合、土井孝子、村山富市、辻元清美、横光克彦、この人知らねえな。民主党では菅直人、枝野幸男、赤松、海江田、原口、前原、八路、横道、松本龍と、この辺まで知っておりまして、あとちょっとあの覚えがない人、ずらずら続くんですけれども、ずら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 と続くんですけど、未だに議員やってる連中いるしは、枝野とか海江田とか菅直人とか、賛成多数で可決しましたが、そこら辺の菅直人と枝野、海江田なんかは共産と考えが近いんだから、こんな簡単な法案に反対、てめえ日本人なのかっていうような連中、名誉日本人とでも呼びましょうか、一応国籍は日本人ですけどみたいな、そいつらはですね、立憲離党して共産と一緒になっちゃえばね、考え近いんだから明らかに。泉なんかは連合に向いてるでしょ、顔が。で、枝野とか菅直人とか
海江田は多分共産党向いてるでしょ。まあ、旗頭の枝野幸男もいることだしね。40名以上が離党準備ってニュースありましたけれども、枝野を中心にね。で、40名が新党作って、そこは共産党ズルズルべったりの党になったりして。で、抜けた後の立憲は泉が率いて、もう二度と共産党は組みません。話もしません。反省しましたっつって、頭丸めて土下座して、連合にね。まあ、ゴミはゴミ箱にっていう話ですね。これ、分裂してもらった方が、我々もいいんですよ。例えばですけど、100人の集団を撃破するよりも、50、50の集団、各攻撃化した方が、個別に攻撃した方がやりやすいから。あーですね。雑感です。ちょっとニュースとは関係ないですけど、それ使って勝手なこと専用に元総理という称号を剥奪したい。剥奪したい。一軍、剥奪したい連中。鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彦。これね、元総理だって肩書きで、なんか人民のメディアに左岸に出ちゃってる鳩山由紀夫。なんか勝手に韓国のどっかに行って、歯で土下座したりなんかして、意義恥さらしてる鳩山由紀夫。菅直人は最近暴れてますよね。なんか維新を攻撃してね。二軍、村山富市、小泉純一郎、細川森弘。これ、放射能。放射能のことを何も分かってないくせに、怖い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 、危険だ危険だ危険だっていう脳みそになってる連中と。特別枠、ハイジャックに屈して、人命は地球より重い。とか抜かして、赤軍テロリストを釈放しちゃって、で、北朝鮮に、日本はテロに弱いな、って、見透かされちゃって、拉致被害者、特定失踪被者、被害の原因を作った福田赳夫。何が超法規主義だっての、措置だっつのね。おめえ、法律作るとこだろ。法律を行使する総理大臣だろ。何が超法規だ。法治国家じゃねえかったのか。福田この野郎っていう感じでね。被害のデカさから、私、福田赳夫、日本憲政史上、最大の害悪の原因作ったんじゃねえか。まあ、鳩山由紀夫とか菅直人も、野田佳彦も消費税倍に上げちったし、ひどいはひどいんですけどね。まあ、新法、元総理の称号、剥奪法がなんか作ってですね、欲しいですね。まあ、剥奪された後に、もしそれ名乗ったら死刑ってことでいいですよね。一般的な、あれじゃねえからね。対象が元総理っていう限られた人にだけのもんですから、極刑でもいいんじゃねえか。なんて思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。